新刊王像は、1925年から26年にかけて、パキスタンのシンド州にある、アオド同キ時代の古代都市、モヘンジョダロの発掘中に発見された郷像である。この像は、インガス文明における、最も有名な石の彫刻とされており、モヘンジョダロが存在した時代の後期、おそらく紀元前2000年から1900年頃に、作られたと考えられている。現在は、 パキスタン国立博物館に収蔵されている。博物学者のマティエとランバーグ・カルロフスキーは、この像の作者は、写実主義の詳細と様式化されたフォルムを組み合わせて、実際よりも、はるかに大きく見える強力なイメージを実現していると評価している。彫刻は、不完全な部分があり、おそらく未完成である。像の高さは17.5センチメートルで、頭に飾りをつけ、 髭を生やした男性を表している。髪はまっすぐに溶かされ、腕章と穴のある蜜葉模様のマンと赤の痕跡を示す腕輪を身につけている。また目の部分にはもともと宝石がはめ込まれていた可能性がある。現在、神官王という名前で一般に知られているものの、この像が神官、あるいは王を模したものであると判断し得る根拠は全くない。 発掘調査を主導したアーネスト JH マッケイは、この像は、死祭を表しているのではないかと推測した。当時の考古学調査の責任者であるジョン・マーシャル教は、王の死祭であろうと考え、その後継者であるモーティマー・ウィーラー教が、新冠王という名称を採用した。パキスタン国立博物館に展示されているものは、レプリカで、オリジナルは、厳重に保管されている。 新幹王像の巨大なレプリカこの胸像は、考古学者のカシナス・ナライアン・ディクシットによって、モヘンジョダロ遺跡の DKB と呼ばれている区域の地中1.37メートルで発見された。発見された場所は、小さい平行の壁が設置されていたと思われ、おそらく浴場かサウナのための暖房施設であったと推測されている。これはこの胸像の本来あった場所であったとは、 考えづらく、おそらく都市が崩壊した後に、この場所に入り込んだと推測されている。モヘンジョダロからの発見物は、最初は、ラホール博物館に送られたが、その後イギリス領インドの首都であったニューデリーとアッシーの本部に移され、当時計画されていた、中央帝国博物館に展示される予定であった。最終的に、中央帝国博物館は1947年の、 インドパキスタン分離独立後、インド国立博物館として設立された。新たに発足したパキスタン当局は、当時発見されたインダス文明の遺産のほぼ、すべては、モヘンジョダルをはじめとする、パキスタン領内の遺跡から発掘されたものであることを、理由に、その返還を要求した。この像は、 最終的に1972年にパキスタンとインドの間で締結されたシムラー協定によってインドからパキスタンに返還された。パキスタンの考古学者によると当時この協定を結んだガンディは新ン王像と並んでインダス文明を代表する長像である踊り子像の両方を返すことを拒否しどちらか一つのみを返却の対象とするよう交渉したとされる。 ケノヤー、62ポッシル、114 a b ビポッシル、114 a b ビメチアンドランバーグカーレフスキー、385ハット、ポッシル、114115ハットハラッパハットポッシル、115、メチアンドランバーグカーレフスキー、385ハット、ポッシル、115ハットシャムシーツニオハットシン、111、112ツニオ。ありがとうございます。